玉川徹、GoTo トラベル批判で大炎上。本日放送されたテレビ朝日のモーニングショーの中で玉川徹さんが GoTo トラベルに参加していた千葉県の旅館において、COVID-19 の集団感染が発生したとして、対策を徹底していても絶対大丈夫ということはない。GoTo はこの時期で良かったのかと批判されておられましたが、まずこの、 GoTo トラベルについては、感染拡大が収束し始めた段階で開始されておりますので、時期について問題はございませんし、また、この GoTo は420万人が利用し、そのうち感染者は、千葉県の例も含めて17人で 99. 999、99.999%の方は感染していないという事実もございます。 玉川さんがおっしゃる通り、対策を徹底していても絶対大丈夫ということはございませんが、対策を徹底していれば 99. 999、99.999%は感染を防げるという事実がございますので、玉川さん、現在、観光業の皆様がこの GoTo トラベルによって、ぎりぎりのところで持ちこたえているということをぜひとも 理解していただき、これ以上、観光業の皆様を追い込むような暴言は繰り返さないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。